graduates from the degree of Master of Tissot. Daichiro Yoshida。こんにちは。メルボルンで大学院生をしているケイです。実は今日は卒業式です。メルボルン大学の修士課程でマスターですね、マスターのティーソルって言われてる英語教授法の修士課程をずっとやってて、本来2年なんですけれども、そこから少し伸びてしまって理由があって、いろいろあったんですけど、それによって2年半在籍をしたんですけど、ついに今日12月16日卒業の日を迎えることになりました。いろいろ話したいことあるんですけど、今回は卒業式の様子をお届けしたいなっていうふうに思います。今からとりあえずレガリアっていうんですけど、そのローブを借りに行きます。レンタルだけで2万5000円ぐらい。会場は王立展示館と呼ばれてる後ろにあるユネスコの世界遺産の場所ですね。はい、こんなところの中に入れるので、それも楽しみにしています。ではローブをもらいに行きます。恥ずかしい。いやないな。こんな感じです。ジャケットなくてもいいね。そうだね。結局さっきね、ジャケット着てた人手に持って出てきたよ。いやだって暑いもん。あそこ？中もめっちゃ暑かったし。これあってもしょうがなくない。そうそうそう。見えないから。はい。ちょっと写真を撮りに行きましょう。風が。はい。風強いね。ネクタイないけどね。まあいいでしょ。これあるから。いいの。これでいい？うん。オッケー。行きましょう、はい、まずこのカールトンガーデンの近くで写真を撮って、その後メルボルン大学の方に行こうかな。合ってんのかなこの向き、はい、これなんか飛ばしたりとか落としたりとかして汚すと、なんか1アイテムにつき100ドルお金がかかるそうです。そうだね、これでも緑だから、これ教育学部だね。あ、2023グラジュエーツってなってるね。顔が変わっとる。メガネ付きの子もいないね。式自体は王室展示館のところで4時40分ぐらいまでに着席って感じなので、少し時間があるので大学のキャンパスとかそういうところで写真を撮ろうと思うんですけど、一応卒業っていう区切りにはなるので自分にとっては大きい日かなっていうのを感じてますが、最後の課題出してから2、3ヶ月ぐらい経ってるし、結構重めの研究発表みたいなやつを去年やったんで、今年やったんですけど、半年以上前なんですよね。本来の卒業よりも半年僕は遅れているので、それによって1科目だけ残ってて、それを終えて今回無事晴れて卒業っていう感じなんですけど、その分ちょっとまだ実感がないというか、大学はもう卒業したもんみたいな感覚があったので、今日こんな風になんかローブを着るとなんか終わってたのかな、終わりなのかなっていう感じがちょっとずつ感じられてきたかなっていうイメージです。少し寂しいかな、学生の身分が終わってしまう。やっぱり教育学部には人がいるんだね。教育学部に向かいます。僕は時期的には2021年の7月入学だったんですけど、ちょうどその時期がコロナの関係でオーストラリアにはずっと入国できない状況が続いていました。ビザとか保険とかは全部申請して航空券を取るだけっていう感じだったんですけど、航空券自体もなかったのでしばらく行けなくて、初めの1学期目はオンラインで過ごすことになりました。日本で1学期の間を過ごして、その後ちょっと体制を整えて2学期目が始まってすぐぐらいのところで3月になったので、そのタイミングで奥さんと一緒にオーストラリアに来ました。ここから
対面授業があったりとかして、その時にやってきたのがこの教育学部棟でした。自分が教育学部だからっていうのもあるし、幸い今自分が住んでるアパートも教育学部のキャンパスが一番近いキャンパスなんですよね、他の学部よりも。だから立地的にも恵まれてて、夜遅くまで勉強させてもらったり、まあ、実際授業とか発表とか、そういういろんな思い出が詰まってる場所です。この左に見えてるのがコンディートビルディングっていう教育学部の建物になります。中は今、まあ入れるは入れるんですけど、学生証がいるので、まあ、わざわざ入らずに外で写真を撮ろうと思います。こうやって学生としてここに来るのは最後だね。まあ中には一応入れるので、まあ、なんかの機会でなんか資格の勉強とかで来るかもしれないんですけど、まあ、一応区切りなので来させてもらいました。ここや、幾度となくやってきたこの建物、コンリードビルディング。会場に戻ってます。到着しました。はい、じゃあ会場に着いたので、あそこのゲート今から入っていきます。はい、This is your seat number. Yeah, LL. All right, thank you. Sorry. On behalf of the entire university community, it gives me great pleasure to welcome everyone to today's celebration. We're all delighted to be able to meet together to recognize and to celebrate the important academic milestones in the careers of our university's most recent graduates. We meet in this beautiful historic building for what will be seen in years to come as a very historic occasion for each of you. One of the key aspirations of the University of Melbourne is to provide outstanding education to activate the next generation of leaders, professionals, and thinkers able to create and influence this world. Each of you has labored hard in your chosen discipline and likely faced many personal challenges in the pursuit of these worthy goals. To parents, relatives, partners, and all the others who have supported our graduates, on behalf of the university, we thank you for being here today to share this important occasion.Though already part of the university, today our graduates become members of this institution in a very particular way as alumni. This is a lifelong privilege to be part of a community of accomplished thinkers throughout the world. This truly global alumni community is visible in this month's round of graduate celebrations in which 88 different nationalities are represented.I believe one of the fundamental roles of the university is to reflect the accumulated wisdom and aspirations of the society in which we serve. We question, explore, and work to make a difference and extend the canon of human knowledge for the better. You have been recipients of these endeavours and now can play a part in furthering these goals in your chosen communities in Australia and beyond.
でなくなった。落ちる。最後の最後まで飲んどる。会場出ます。見れないの？あ、どうだろうね。見よし、じゃあまずフレームをもらいに行こう。あー、そこだ、混んでるね。かっこいいね。Can you take? Hi there again. よし。ではこのガウンを返却しに行きます。はい、無事返却をしてきました。これで卒業式も終わって学位ももらって無事卒業です。ここから先もこれ卒業したから終わりってわけじゃなくて、メルボルンでしばらくの間住もうと思っているので、楽しく元気に新しい目標をちゃんと見つけながら生活をしていこうと思います。大学院生活についてとか別の動画で話そうと思うので、もう少し落ち着いてから振り返ってみたいと思います。では今回の動画最後まで見ていただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではありがとうございました。